三ツ沢公園球技場は神奈川県横浜市神奈川区の三ツ沢公園内にある球技場である。なお、横浜市に本社を置く自動車部品メーカーの日本発情が命名権を取得しており、2008年3月より日発三ツ沢球技場の故障を用いている。1955年の第10回国民体育大会に備えて整備された球技場で、 日本におけるサッカー専用スタジアムの走りという言及がなされている。日本プロサッカーリーグ、ジャパンラグビートップリーグや、全国高等学校サッカー選手権大会や、その神奈川県大会決勝、全国高等学校ラグビーフットボール大会の神奈川県大会決勝などでも使用されており、特に J リーグでは、横浜 FC と横浜スポーツカルチャークラブが、 ホームスタジアムとして登録しているほか、横浜 F マリノスがホームゲームを多く開催している。1955年会場。1964年の東京オリンピックサッカー競技の会場としても使用された。その後は日本サッカーリーグで小賀電機工業サッカー部、日産自動車サッカー部、全日空横浜サッカークラブなどが試合を開催した。 これ以外でもアマチュアサッカーやラグビーの試合で頻繁に使用され、同球技場は神奈川県や東日本でのサッカーラグビー大会の開催地として徴用された。1991年に J リーグの発足と横浜マリノス、横浜フリューゲルスの参加が決まると、横浜市内を本拠地とする両チームのホームスタジアムとして三沢球技場が選定され、 当時の J リーグ企画を満たす約1万5000人を収容できるスタジアムとしてリーグ発足の1993年に増築された。三沢球技場は1998年3月には同年10月の第53回国民体育大会の主会場として、かつ2002年6月の 2002FIFA ワールドカップの開催予定地として横浜国際総合競技場が完成したのに伴い、 マリノス・フリューゲルス両チームともに2つのスタジアムを併用する体制となった。1998年は国体開催に向けた芝生保護や各種準備の関係で横浜国際での試合開催が制限され、三沢球技場での開催が半数近くに及んだが10月になって同年限りで両チームが合併することが発表され、サポーターからの強い反発を呼んだ。 11月7日、三沢で開催されたフリューゲルスの J リーグ最終主催試合では、ゲルト・エンゲルス監督や選手たちが合併反対の意思を表明し、エンゲルス監督は、観客席のサポーターに対して日本語でチームの救援と存続を訴えたが、これは叶わなかった。1999年、全校で述べた合併により、横浜 F ・マリノスが発足し、 国体終了に伴い、横浜国際の使用制限も解除されると、同年の横浜 FM 主催試合は、J リーグカップを含めて、三沢では一試合もなかった。2000年以降は2002年 W 杯や2001年開催のコンフェデレーションズ杯の準備のために、横浜国際の使用が再び制限され、 かつ観客動員が少ないと見込まれる水曜開催のリーグ戦やナビスコハイなどで、三沢での開催例が復活したが、年間席販売の増加を含め経営規模の拡大が必要な横浜 F マリノスにとって1万5千人規模の三沢は小さすぎ、大半の主催試合は横浜国際で行われるようになった。2007年に行われた横浜ダービーでも F マリノス主催試合は、 日産スタジアムで行われた。ただし現在も三沢球を、マリノスは平日開催が多い J リーグカップの予選リーグ及びリーグ戦においても、日産 S の芝生の保護、管理のため春、秋の年市産から4試合程度は開催されているほか、神奈川県サッカー協会が主幹となる天皇杯では、現在に至るまで F マリノスの初戦がむね、行われている。一方、 フリューゲルスの存続を求めたサポーターの活動から1999年に発足し、奥寺康彦をゼネラルマネージャーに迎えた横浜 FC は、元フリューゲルス関係者と共に、聖地三沢への思い入れが強く、かつ F マリノスと比較して、小規模な経営が必要だった事情もあり、三沢球技場を中心とした試合開催を進めることになった。 年明けの日本フットボールリーグ参加が決まり、競技場確保が難航した1999年は12試合中3試合のみだったが、2000年以降は、三沢球技場での主催試合開催が安定して行えるようになり、2001年の J に参入後も変化はなかったが、2002年は W 杯の練習会場で三沢球技場が指定されたため、 三沢陸上競技場での試合開催も行われた。2006年には横浜 FC が J2 優勝と J1 昇格を決めた後の最終戦が三沢競技場で行われ、上昇時の引退セレモニーも合わせて開催された。2007年 J1 に昇格した横浜 FC は経営上の判断もあり、三沢競技場での主催を J1 リーグ17試合中9試合に抑え、 ホーム開幕戦となった横浜 FM 戦では三沢開催にこだわったものの一方でシーズン最終戦を含む6試合を準本拠地の位置づけで日産スタジアムで開催した横浜 FC はホーム開幕戦とシーズン最終戦では勝利したが年間成績では18チーム中最下位に終わり翌年からの J に降格が決まった2003年 日本の社会人ラグビーの全国リーグとして、ジャパンラグビートップリーグが開始されると、三沢球技場はその試合会場の一つとして、使用されるようになった。以後、ほぼ全てのシーズンで、年1から2試合が開催されている。2008年、横浜市は、日本八条との間で5年間の命名権、売却契約を結び、J リーグ開幕前の3月1日から、 日発三ツ沢球技女王と呼ばれることとなった。契約金額は初年度の年間7000万円から徐々に下落し、2013年からの再契約では年間4000万円となり、契約期間も3年間に短縮されたが、2016年2月28日までは、この名称が引き続き使用されることになった。J2 での出直しとなった。 横浜 FC は再び同球技場を中心とした開催に移行し、その後も J に残留が続いたこともあって、日産スタジアムの使用は2008から2010年までの各1試合のみとなり、ホームスタジアム指定も日発三沢球技場に絞った。一方、横浜 F c マリノスは J1 リーグ戦の3試合とナビス後輩の2から3試合を日発三沢球技場で行うが、 主な試合会場は日産スタジアムであり、試合数からも横浜 F マリノスイコール日産、横浜 FC イコール日発三津沢の住み分けが事実上成立している。2009年、横浜市は日発三津沢球技場の改修に着手し、2010年の J リーグ開幕前に竣工させた。総工費3億2800万円の同工事により、 日発三沢は、中央自民で15,400人となり、J リーグが定めた J1 企画を満たした。これにより、横浜 FC が将来 J1 に復帰しても、三沢をそのままメインスタジアムとして使用できる体制が整った。一方、全日空横浜クラブの元選手により1986年に発足した横浜スポーツカルチャークラブは、 関東サッカーリーグで三沢球技場2012年に昇格した JFL では日発三沢及び神奈川県立ほどがや公園サッカー場などを併用した。同クラブは J3 リーグの創設メンバーとして参加が認められ2014年の J3 リーグでは当球技場をホームスタジアムとして登録。これにより J リーグ史上初めて3クラブのホームスタジアムとなった。 リーグ戦では F マリノスが4試合、横浜 FC が20試合、YSCC が12試合開催する。夜間開催時の日発三沢球技場。バックスタンドのホームゴール裏コーナー付近から、ジャパンラグビートップリーグ開催時の日発、三沢球技場。メインスタンドから。2012年キャノンイーグルス、リコーブラックラムズ戦2007年に、ネーミングライツ導入が決定され。 バネ製造の日本発情が命名権を年間8000万円5年契約で取得したことにより2008年3月より愛称が日発三沢球技場略称が日発もしくは日発球技場となった J リーグにおける英語表記は NHK スプリング三沢フットボールスタジアムとなっている2013年から3年契約 2016年から5年契約と更新されており、現在の契約は2021年2月28日までとなっている。なお、J リーグ公式ウェブサイトのスタジアムガイドでは、略称表記を日パ級としていたが、2015年より日発に改めている。この理由について、同級議場を本拠とする横浜 FC は、横浜市内に日パという会社があり、 ネーミングライツにおいて、支障をきたしており、混乱を招く一員となっていたためと説明している。なお、命名権採用後は、基本的に上記の名称を使うことになっているが、クリーンスタジアム規定が適用される、国際サッカー連盟及びアジアサッカー連盟主催の国際試合、大会では、例外として、正式名称を使用する。 スタジアムのキャパシティは前述した通り J1 基準の1万5000人を満たしているが、J リーグクラブライセンス制度、B 等級の条件である、観客席の3分の1相当に屋根を付設することと、トイレを一定数確保することの条件を満たしていない。本球技場の場合、屋根は全く設置されておらず、トイレは最低限の3割ほどしか満たせていないという。 同様の事例は全国に存在するが、2014年の時点でも横浜市からは改善案が示されておらず、当時の J リーグ戦無理事の大川正明は、改修できないのなら、新スタジアムの構想を含めて考えてもらわないといけないとの指摘があった。これに対し、球技場を管理する横浜市環境創造局は、屋根の布設には建設費が高額になる上、 公園利用への影響も大きいとして、J リーグ側の要望も高まっていることは理解できるが、一つの部署で決められるものではないとしており、整備の見通しは示していなかった。二千十九年十二月、横浜 FC が二千二十年 j ワンに昇格するに、あたって横浜市長、林文子を表敬訪問した際、三浦和義が雨の日はサポーターがびしょ濡れになるので、 そこを協力してもらえればと客席の屋根付設を要望した。その後、林は2020年度横浜市予算案に改修調査費を盛り込むことを明言している。改修検討は2020年度から2021年度にかけて継続して行われているが、横浜市会の予算第2特別委員会の質疑で市当局者が既存のメインスタンドに屋根だけをかける方法は、 困難なため、メインスタンドの建て替えや、球技場全体の建て替えなど幅広く検討していく、必要があると答弁した上で、小林和美副市長が、公園全体のリニューアルも含め、様々な選択肢を幅広に検討していきたいと述べている。横浜市は、三沢公園に隣接した横浜市立市民病院の施設が、老朽化し、原市での改築が困難なことから、 移転計画策定を行い、その有力候補地として、球技場に隣接した軟式野球場及び、小賀電気工業所有地が挙げられたことが明らかになった。病院側としては、現在地から約500メートルの移動で住む横浜駅からより近くなり、交通の利便性が高まる、病院と公園が一体となった。 災害対策機能の向上が図れることを移転候補地とした理由として掲げている。同球技場を本拠地とするユーシック横浜の理事長、吉野二郎は、日発球技場は横浜市内のサッカーの聖地であるのに、わざわざそこに病院を移設する狙いがなぜあるのかとする。疑念を抱いており、決まった以上は球技場と病院が共存していく形を取るしかない。球技場に屋根をつけたり、 患者さんが試合を観戦できる部屋を整備するなどの改修が必要ではないかと述べている。一方の市民病院を運営する横浜市病院経営局もこの反対意見を受け止めてはいるが、サッカーは週末開催がほとんどであるため平日の外来とは重ならない。病院の施設についても建物構造や設備で防音対策を取るとしている。 2014年9月に策定された横浜市立市民病院再整備基本計画では、軟式野球場及び小賀社宅タクア地への新築移転を前提に、スポーツ観戦などによる完成等の対策として、外壁はコンクリート厚15センチメートル以上を確保し、窓は開口面積の調整や、車音性能の高い冊子等による減音を施すとしている。一方、 具体策については触れられていないものの適切な療養環境を維持しつつ試合観戦にも影響が出ないように配慮していきますと説明している。2020年5月1日にスタジアムのバックスタンド裏に横浜市立市民病院が移転会員した。ありがとうございます。